はい、じゃ2レース弱になりました富選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、今日初手が少し色変わる展開でしたけども、はい、どういうふうに考えられましたか？そうですね、結構入れ替わって、まあ、それでも自分はなんとか中段の方で走ることができたので、焦りすぎずしっかり状況を見極めて走ろうと思いました。まあ、やっぱ車番的にも沢口選手か大手選手の後ろが、まあ、本当は理想的だったっていう。そうですね、はい、車番的にもしっかり狙える位置かなと思ってたんですけど、やっぱりこういう大きなレースになるとなかなかそういう行為は回してもらえないんだなっていう、すごい厳しさも一つ勉強になりました。でホームのところで吉岡選手が仕掛けたところを、まあ、皆さん乗っていく形になりましたけども、はい、まあ、坂口選手がまたすぐ仕掛けて追走しましたけども、そのあたりはどうだったでしょうか？そうですね、まあ、前の方の選手が仕掛けて中段から風化が出ていくのも想定内だったので、そこも焦ることなくしっかり追走することができました。で、まくる太田選手に切り替えてという形で、まあ、2着でしたけども。そうですね、前のスピードも上がってましたし、リュウさんもすごいスピードだったので、うまくそこの切り替えることができて、まあ、展開が向いたなと思いました。ご自身の足の状態としてはどうでしょうか？そうですね、自分的にはすごいきついコースを踏んだんですけど、それでも2着になんとか残れたので足の状態はいいと思います。まあ、太田選手とは前走からの連続の戦いに、はい、なってますけども、どうですかね、そのあたりは。そうですね、前回も後ろ回って強さをすごい目の当たりにして、今回こそはと思ったんですけど、まあ、なかなかうまくいかないんですけど、明日以降走る一緒に走る場面があったらしっかり抜けるように頑張りたいと思います。まあ、この G1 ということで、まあ、パールカップも優勝されましたけども、しっかりとここも決勝をまず狙ってっていう形ですかね。そうですね、今年1年通じて G1 の決勝になるのは自分の目標にしているので、今回もしっかりいい1年の締めくくりができるように決勝に乗っていきたいと思います。わかりました。では準決勝、その後に向けて最後に意気込みをお願いします。はい、準決勝もしっかり自分らしいレースをして、しっかり決勝に上がれるように頑張ります。よろしくお願いします。